皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間がやってまいりました。本日の講師は、楽天証券 FXT リングの荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。なお、この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。では、早速本日のマーケットを見てみたいと思います。はい、えー、ドル円、再び140円台に戻ってきました。現在、東京マーケット140円の位置に高値はですね、これを見ると、現段階で140円の50までく。 で、少し下がってきているという状況ですね。ですので、えーまあ、この勢い続くということになると、海外市場で141円ということになるかもしれないですね。一方、ユーロはですね、1.03台ですね。1.0360と、えー、ユーロ高をキープしていると。えー、パリティ割れは下げているということですね。で、ユーロ円は145円。とですね、 今週末にかけて大きな動きがありそうなのはポンドですね。ポンド1.18の88まで上昇しています。今日の高値、これを見ると1.19台まで来ていますね。ちょっと前まではですね、ポンド1ポンドがですね、1.00ドルを割る。 じゃないかというふうに言われていたんですけれども、短期間に、えー、ここまで戻ってきています。そういう意味では、えー、全体の中では、えー、マーケットはドル高のマーケットになっているというふうに言えると思ったらそうでもないですね。ドル高になっているのは、ドル円だけ、他の通貨、ユーロとかポンド、これを見ると、ポンド高、ユーロ高になっていますから、まあ、少しは下がってきているんですけどね。 えー、そういう意味では円の弱さが、えー、際立っているということが言えると思います。ではチャートを見ながらドル円の動きを追ってみたいと思います。ドル円ですね、えー、これは今年の9月からの動きなんですけれども、まあ、ずっと円安が続いてきたんですけれども、まず9月の終わりに介入があって、えー、大きく1回140円のレベルまで下がりました。ただ その介入はですね、絶好の買い場に1回なったということで、その後151円の9合まで上昇したところで、もう一度大きな円売り介入があって、146円まで戻ったとで。しばらくですね、その後横ばいが続いていたんですけれども、11月に入って、アメリカの CPI の発表で大きく下げました。そして、PPI もあって、 ドル円一時円時の6号ままで下げています、まあ、そういう意味では、この CPI の時にですね、ドル円え7円近く下げたんですけれども、このえ下げ幅というのは、1日の値幅ですね。これは今年のドル円の中でえ一番大きな、一番大きな値幅となっています。つまり、介入よりも、このアメリカの 一つの経済データの方が影響力が高かったということになります。まあ、これは CPI ショックというふうに言われているんですけれども、まあ、アメリカはですね、この CPI を下げるためにずっと利上げを続けてきたわけですから、まあ、介入にですね、そんなに大きな巨額な何兆円というお金を使わずともですね、もう少し待っていれば、自然にドル円が 反転してきたんではないかと。実際、137円の65銭まで円高になっているわけですからね、じゃないかなというふうに思います。で、ついにですね、もうちょっと長いチャートを見てみたいと思うんですけれども、これですね、ドル円3月から、えー、このように、緩やかに、緩やかに上がってきています。1月から10月までで38円の50銭、えー、トータルでですね、えー、円安になっているんですが、 今月一月、まだ経っていないんですけれども、それだけで11円円高に下がっています。ですから、まあ、3分の1弱ですね。えー、一瞬、まあ、アメリカの CPI と p p i のデータで下がっているということですね。ですから、円高に行くときは非常に早いということが言えますねで。このチャート、これからどういうふうに行くのかということを、えー、見てみたいと思いますで。このチャートの形状を見て、まあ、どうなのかなと。 ことで、これに矢印をつけてみたいと思うんですけども、そうすると、こういう形になります。これは何度も説明してるんですが、こう NG 型のチャートになっているんですね。で、そういう意味では、えーまあ、方向もそうなんですけれども、ちょっと長い目で見ると、わかりやすい形状というかですね、パターンを描いているんですが、そこで気づいたのはですね、 まあこれ5月なんですけどね。えー、5月の時に131円3号まで行った後に126円まで1回下げましたと。で、その後もう1回140円近くまで上げて下げたと。で、この時のボトムとなっているのが、この前回、まあもちろん1円ぐらいですね、えー、これ誤差はあるんですけれども、ほぼほぼ前回の付けた高値のところが、 サポートというかですね、そこになっているんですね。で、130円の39銭をつけた後、ドル円、途中介買いにやりましたけれども、151円の9号まで上がった後に CPI 発表されて、さっきのチャート見たように137円の6号まで下がりましたと。さあ、これからどうなるかということなんですけれども、前回の トップですね。これ139円の3級ぐらい。で、まあ、ちょっと誤差があってですね、えー、オーバーシュートして1 3 7 6号まで下がった局面もあったんですが、現在また140円近くまで、140円以上ですね、戻ってきていると。つまり、この時のパターンをこのまま繰り返す可能性は高いのかなと。 まあ少なくともその可能性が強まっていることは確かですね。ですから、この139円前後で少し揉み合いしたんですが、実際、このレベルでボトムだということになって、NG を描くということになると、これはです、ね、年末あるいは来年にかけて15、151円の95銭、これをもう一度トライする可能性は十分あるのかなと。 まあこれから FOMC がありますが、来月 FOMC があるので、また年度末、まあ、年末ですから、ちょっと12月の相場というのはですね、えー、ポジションクローズもあって、いろいろな思惑が入り混じるんで、まあ、素直にはいかないと思うんですが、パターン的には、このもう一度ドル高、少なくともこの円安は続くと。 いうことでドル安相場が終わったというふうに考えるのはちょっと早いのかなというふうに思っていますただまあこの上の方のトライが失敗するとですね、えー、次のレベルというのは130円ぐらい まで下がる可能性はありますので、まあ、今から10円ですが、これはちょっと大きいですね。まあその手前では止まると思いますけれども、まあ今、この分かれ目に立っていて、少しどちらかというと、リバウンド150円の方に向かって上がる可能性が少し強くなってきたのかなというのがチャートから見えます。で、なぜ、まあこの137円まで下がったけれども、またドル高が続いてきているのかというとですね、 これは、えーまあ、確かに CPI、そして PPI、アメリカのイングレー指標は弱かったんですが、それでマーケットも、あもう FRB はそろそろ利上げピークだなと思っていた、そういう、まあ、観測が強まっていたんですけれども、それに対して FRB が、いや、そんなことはないと。マーケットの皆さん、ちょっと安心しすぎたと。 楽観しすぎだということを、ですね昨日今日 FRB のメンバーからですね強い口調で、まだ利上げ、少なくとも FRB がハト派に転向したという考えは間違ってると、もしそういう考えを持ってるんだったら、それは改めなさいというような発言を言ってきてるから、ちょっとリバウンドしてきているんですね。でこれはあのフィラデルフィア連銀総裁が言っていることなんですけれども。 まあ12月の FOMC では、今まで0.75%利上げしてたのを0.5%まで下げると。で、これでマーケットは、いやもう利上げ幅全然縮まったじゃないと。もうすごい旗ハ旗ハになったじゃないっていうふうな根拠になっていたんですが、このハーカー連銀総裁が言うには、FOMC っていうのは1983年ですから、40年、過去40年間で、 FOMC は88回利上げしてきたと、トータルで。ただ、そのうちの75回の利上げは0.5%以下だったんだよと。だから0.5%っていうこと、そもそもそれ自体が非常に高派の利上げなんだよというふうに言ってるわけですね。で、パウエル議長も、えー、もちろん利上げしすぎることについてはリスクはあると。ただ 早すぎた緩和をすると、これは大きなリスクがあるということを、1970年代の教訓から FRB は学んだというふうに言ってるんですね。まあ、1970年代後半というのは、アメリカはですね、非常に高いインフレに見舞われて、それを収束させるためにですね、FRB は非常に大きな、まあ、 過激な利上げをして、その結果、インフレは収まったんですけど、アメリカ経済はもう疲弊したと。もう失業率はすごい上がったというようなですね、そういう苦い経験があるんですね。ですから、今、インフレが収まりそうだから、もう利上げはやめようということになると、後々、もうインフレが上がってきて止まらなくなってしまうと。でその時にですね、今以上に速いスピード0.75%ところじゃなく1%。 以上の利上げを続けなくては、もうインフレは止まらないということになってしまうから、これを避けるためにも今続けたいというふうに言ってるわけですね。ところが、このパウエル議長も今非常に高派になってるんですが、1年前はアメリカのインフレ率っていうのはまあ一過性だから、そんな利上げなんかしなくていいよというふうに言ってたんです。つまり見通し誤ったんです。誤っていて 今というか、今年3月から一生懸命利上げしてるんですけれども、まだインフレ率が、まあ、少しは改善してきてるんですけども、高止まりしてる状態なんですね。で、今日発表された日本の CPI は40年ぶりの上昇率、前年同月比3.6%、まあ、3.6%低いじゃないかというふうに言ってるんですけども、実質賃金上がってませんから、まあ、実家のですね、 えー、CPI、えー、日本のインフレ率はこれ以上高いわけですね。でも日銀は緩和政策を続けると。なぜ続けるかというと、日銀はこの日本のインフレ率っていうのはサステナブルではないというような考えなわけです。つまり、少し、まあ、上がるけれども、来年ぐらいにはまあ収まってくるだろうと。だから慌てて利上げとか、あとは緩和政策を修正する必要はない。 というのが日銀の考えなわけです。これは FRB にすごく似てますね。FRB も去年、1年前の6月ぐらいですかね。1年半ぐらい前はそういうふうに思っていました。そして今 FRB、アメリカに何が起きてるか。もう利上げしてもしてもインフレが止まらないと。もう1年半後、えー、2023年の日本のインフレ率が収まっていればいいんですけれども、 もしかするとアメリカのようになっているかもしれないです。まあそういうことを考えると円安ということなんですね。で、えー、今年3月から11月の通貨ペアを見てみると、えーまあ、これはどの通貨をロングにしていると一番収益が上がったかということなんですが、ドル円は2位です。まあこれ非常にパフォーマンスはいいんですけれども、えー、それを抜いて1位はですね、今、メキシコ円になってるんですね。 えまあ円クロスということで、円が弱いということはえ同じなんですけども、メキシコペソ円、ドル円、そしてスイス円、このあたりがですね、今年もし3月からロングにしていれば、一番高いパフォーマンスを上げたということになります。で、この動きを見ればですね、またこの傾向は続くと思いますので、基本的にはやっぱりドル円はロング、押しめ買いというようなえ投資家さんのスタンスを持っています。 からこのの状況はしばらく続く続かなと思いますでまあ FOMC のメンバーそしてそれを否定するようなですねちょっと弱めなアメリカの経済指標が出てきてマーケット乱高下しているんですが来週はそれに決着がつくかもしれないですというのは、えー、FOMC 議事録アメリカの利上げの方向性計画について詳しいデータが 来週提供されますので、それを見てマーケットは、やっぱり FOMC の方向というのは非常に高派だなというような判断になってくるんじゃないでしょうか。そしてもう一つ重要なのはですね、来週24日がアメリカサンクスギビングなんですけども、実際のマーケットというのは、もう来週のサンクスギビング前までということですから、もうあと1週間ですね。 今年2022年のマーケットは実質あと1週間。あと残りはですね、もちろんトレードはできるんですけど、だんだん緩やかになっていくということで、えー、ポジション整理やなんかも出てくるので、まあ、基本的にはドルロングだとしても、ちょっといろいろと年末のポジション調整とかあるので、少し、えー、トッピーな動きをするかもしれない。それは注意していきたいなと思います。はい。ということで、 今週は以上です。この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまたよろしくお願いします。さようなら。